はい、皆さん、僕はチャックミッチンです。今日はですね、初めて来る場所にね、いると思うんですけども、ここ実はですね、ガンちゃんの経営してるエステなんですけども、ここで今宵はですね、ペヤング食おうと思うんですね。ちょっと来てもろていいですか？あ、どうもお疲れ様です。どうもです。ガンちゃんはですね、まあ、改めて紹介すると、まあ、僕のね、こう地元のお友達なんですけども、今後コミ箱をこう DIY するのをすごく手伝ってもらうんですけども、やっぱね、いきなりこう動画にねガッて入るよりも、ちょっとね、やっぱね、ガンちゃんの人となりをもっとね、あのみんなに知ってもらいたいと思ったわけですよ。で、人となりを知ってもらうにはどうしたらいいかなと頭をひねったところ、はい、激辛がやっぱ一番ですね。激辛が一番でしょうか。激辛がやっぱね、一番やっぱ素が出ますしね、面白いリアクションもやっぱ取りやすいと。過去一辛いんで、結構いろんな今 YouTuber さんね、これ食べてるんだけど、辛いを通り越して痛いというのを聞いてるんですよ、ね、ちょっとね、ガンちゃんと、早食い対決を対決するの？たしなむだけじゃないの？違う、そう、テイスティングじゃないよ、これ対決だから。で、もう一人、あのね、シュウくん、あのガンちゃんの弟なんですよね。初めまして。違う、めちゃめちゃガチガチや。なんかやってたよね、換気扇？あれなんかやってたよね。そう、うちの浴室暖房乾燥機の工事をね、手伝ってくれたんだけど、がっつり多分喋るのはね、今回が初めてぐらいだと思うので、一応、ガンちゃんももちろんやったし、そのシュウくんにもやっぱ手伝ってもらおうかなと。人で多い方がね、いいものができると思うんで、ちょっとコミ箱企画として助っ人という形でね、二人には今後動画ちょくちょく出てもらうはずなので、大丈夫かな、これ食ったことによってもう出てくれんとかないかな。大丈夫です。大丈夫かな、はい。で、一応まあ早食い対決なので、1位の人にはちゃんと商品というかご褒美があります。お、僕ね、ちょっと動画前後するんですけど、富士山の近くのふもとっぱらっていう、どこに行ってきたの？ツイッター見た。そう、富士宮焼きそばがすごく有名な地域なんだけど、そこでうまい棒みたいなやつ、うまい棒じゃないですね、入れ方もうまい棒リスペクトしてるよね、これね。そう、うまい棒のなんか富士宮焼きそば味1位はこれと、はい、ちゃんとね、富士宮焼きそば3連あー、なるほど、3連、なるほど、なるほど。今から辛いのを食うのにマイルドなものが、そうこっちはもうあのエンタメだと思うんで、あのちゃんとね、ちゃんと美味しい焼きそば、富士宮焼きそば、これ普通の焼きそばやと思うやん、1個500円ぐらいして、え、そう、ありがたい。これで1500円ぐらいでなんかお土産屋さんに売ってたから、そう、すごく美味しいと B1 グランプリ評判らしいので、勝ったらこれがねもらえますんで、はい、じゃあしっかりね、みんな完食するように頑張ろう。よいしょ。じゃあちょっとルール確認というか、これ紳士のスポーツだから、ちゃんとあのお互いね納得したルールのもとやりたいんだけど、まずはちゃんとね、ストップウォッチで時間計ってね、なるほど、これで開始ストップして0コンマ2秒までいきますんでね、これ最後のやつをごっくんして終わり、そうね、口開けておしまいみたいな、okay. で、食べてる最中に飲む飲み物はおのおの自由。さっきね、セブンイレブンでいろいろ買ってきましたんでね、ガンちゃんはストロベリーヨーグルトプロテイン、プロテインまあこの作戦らしいので、それがね、ちょっとどうなるかと。一応飲み物だけね、その途中に飲むのは自由ね、そう、アイスで口を冷やすとか、まあ、そうですね、食べ終わった後にしてくださいと。本当に限界だったら相談して。わかりました。ちょっとどうなるか分かんないから、じゃあまずガンちゃん食べて、シュウくん食べて、ラスト、俺が食べて、タイムが一番早かった人が1位と。じゃあ、といううちに、じゃあうん、じゃあ湯切りを、湯切りを、ほい、じゃあ湯切りしました。いいっすか、いいっすか、大丈夫ですか。うん、あー、もうかけてんのね。かけました。あざまさん、どうも。 OK ですか。 OK です。行こうか。行きます。はい、 3、2、1スタートあ、でも勢いはやっぱすごいな、最初の。どうですか、ファーストコンタクト。まだ大丈夫やね。やっぱね、辛いと気づく前に行くのがやっぱすごい、すごいすするな。なんかあんまり激辛はすすっちゃダメみたいな、むせちゃうから、うん、らしいんだけど、かんちゃん強いな。おい、いけるぞあ、でもやっぱちょっとしゃっ、あ、しゃっあのね、うん、あのね、喉が、あ、やべやべやべ、いろいろ気づいてきた。うん、
1分経過。すごい険しい顔。うわっ、もうラストスパートや。はい、容器は開いた。飲み込んだら OK。 おい、ただいまの記録1分44秒52。なかなかの、これやばい、なかなか速くない？ワールドレコードやばい、嘘だ、めちゃくちゃ速いな。あ、やばい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 、今乗ってきた。顔真っ赤よ。うん、相当早いんじゃない？あのね、普通のペヤング工夫にも1分40秒早くない？いいですね。ねえ、これやばいね。なんかランニングしてきた。あのね、珍しいな。ガンちゃんだって、うん、そんな汗かかんもんね、普段ね、うんうん、一瞬でかいたな。じゃあ、シュウ君、はい、湯切りが終わったと。しっかり入れてもろて。言うてシュウ君そんなに得意じゃないもんね、辛いの。僕はそうですね、あんまり普段食べないです。ねえ、はぁ、怖い。だけど、あのね、そんな時間ないよ。そんな時間ないぞ、マジ。飲むヨーグルトが4種類、うん、4種類です。その四天王で、四天王です、ヨーグルト四天王で。守護神です、僕は。行く？じゃあ、いきます。はい、3、2、1、スタートー。あ、行くね。あ、ファーストコンタクト、悪くないね。結構、一口目でね、むせる人はむせるからな。もうそろそろね、気づき始めるよ、体が。シャック入れるんや、すごい。シャック入れます。体が、すべての体が拒否反応を起こします、これ。シュウ君苦手やもんな。大丈夫よ、あの、もししんどかったら全然。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。ずっとシュウ君が、シュウ君がずっといるよ、ここは。シュウ君それでも、それでも、ユニコーン、バナージリンクスや。それでも、父さん、母さん、ごめん。俺は食べるよ。でも自分を鼓舞して、わもうすごい、後半の伸びがすごい。7分33秒39。あ、でもシュウ君すごい。すごいね、食った。真ん中で333揃っとるよ。家計です。セッティングするかい。こいつね、うん、これも3分の1入れるんやったっけ。全力で入れるわ、全力で。最後の一滴まで。じゃ全部入れましたんでね、しっかり混ぜときましょうか。ガンちゃんが1分44秒やったっけ。そんぐらいね。ねえ、え、1分44秒はさ、普通の味食べるにしても早くない？やっぱり早いです。ねえ、やっぱりこのやっぱ動画にかける思いがやっぱ、なるほど、スピードに出ました。みんなに愛されたいと。はい、じゃあガンちゃんカウントダウン、うん、はい、じゃあ3秒前、うん、2、1、スタート。あー、気づいちゃダメ、気づいちゃダメ、気づいちゃダメだよ。え、よう食べたね、これ。あ、うまっ。ちょっと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 よう食ったね、カーラ。あ、これダメだ、これ飲み物飲んだ方が余計なんか腹立つ。
は涙でいい。喉を氷で冷やしたいからもうあとちょっとないよ。でもあとちょっとすごい、あと一口ですねこれが遠いんよはい、6分36秒。無理無理無理、もう無理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 、もうね涙が止まらん。クーリッシュうまー。あと1ダース買っていこう。なんちゃん、どうしたの。さっきさ、うん、大丈夫かなと思ったんだけどさ、うん、なんかだんだん熱くなっててね、胃に来た瞬間にね、もうね、やばい。真似しないでください。はい、というわけでね、3人食べ終わりまして、だいぶ早かったね、ガンちゃん。ね、じゃあちょっと、優勝商品をね、お願いします。あー、美味しい焼きそばが。あー、いやいや、ペヤングさんも美味しいんですけど、はい、ぜひね、お家で食べてください。ありがとうございます。という感じでね、今後、まあこういうバラエティ的なやつはね、今回ちょっと、変化球的にやりました。基本、DIY でゴミ箱をですね、今後作っていきますので、そちら、ぜひ楽しみにしててください。それでは、ごちそうさまでした。これ絶対真似しちゃダメです。バイバイ。真似しちゃダメ。真似しちゃダメだよ。ほっとやばいです。パルムが美味しい。